だぜ。それ砂なでしかしないんじゃないのか。やけ食いです。スペシャル聞いた時もこんな感じだった。いやスペシャルは聞くべくして聞いてるぐらいの額は出してるから。みんなむしろ表は喜んでたけど裏はどうかしらね。いや全員同じ感じで弾いてたから、5000円分使ったら弾けるだろうと、6000円分使ったら弾けるだろうと、8000円分使ったら弾けるだろうの頭だったから誰も文句は言えなかった。これは一応シークレットあるけどね、絶対シークレットない、うん、甘い手が吹いて思って分かんない。あれは重さで押しつぶすタイプの剣だよ。皆様の声、なんで俺が分かんないよ。私たちのギャルネームって一応言えるか。あ、本当だ。一人行っちゃったよ。見えない。俺が怖い人間だから初めて見る。こうやってるのか。なんかゴミ系か。ゴミ。行くのよ。ゴミ系。あ、バレちゃった。これでなんかこう。こればっかりは才能だからね。この板以外のやつの中には入ってたらちょっと笑える。いや、そんなにからね。笑えるっていうか、まあ、シークレットはね、なんかこういうのね、こういう掛けるね、ペンギンの着ぐるみっていう。え、それマジ？名前でかいんだ。それは俺の欲しいって。だから、じゃあ売ってる場所を探すんだったらそうだな。ただ、逆に言うと、着ぐるみだけだから。心当たりあるかね。あ、本体も当てなきゃ、弥生も買わないとダメ。なるほど。二流だ。探すのは絶対、どこかに売ってるからいいんだけど。ロックス。まあ、わからんでもねえな、ロックス。勝負するか。お、もちろん。じゃあ、一つだけ聞かせてもらおう。何を引いたら勝ちだ。シークレットか。シークレットがなかった場合、何を引いたら勝ちだ。あえて弥生。やっぱ弥生か。弥生も違う。弥生はでもあると思うんだけど。だから。いや弥生は分かると思うんだけど。自分が選んだものを引くか、どれぐらい引くか。そうね。俺ちなみにね、弥生と誠と浦部。あ。弥生と誠と浦部。浦部なんかない。いない。じゃあいい、決めよう。先に引いた方がいいよ。まあいいよ。勝ちじゃなくて負けにした方が。危機一発かよ。その17本的なやつ。危機一発かよ。でもいいよ。な、それかっこいいな。それかっこいいな。何？でも、ね、いや、違う、今本当に取ってさ、いたからさ。何をすればさ。何をすればさ。何をすればさ。俺は誠を引く。まあ2人とも負けたのもあるからね。必要ね。じゃあこれは多分ユキヒョウだって思うから、これでちょっと待って、誠の重さが分からねえ。いいかな。あ、同じものっぽい。これだ。それ6種類だっけ。大事シークレットかな。ユキヒョウ、マジで。はい、ユキヒョウ1ポイント。あれ、ユキヒョウだ。はい、ユキヒョウ1ポイント。ですね、はい、引き分けですね。ちょっと待って、ちょっと待って、ポイント制ですから、まだ続きありますよ。俺これあれ、ちょっと待って、かなりハードな勝負になってない、それ。これ、まあ、これあれ、なんだっけ、名前出てこない。違う、リッコ。これはすごい。見たことない勝負が始まってる。
持ってるね、うん、闇に迷いた天才誰やしげると盲目の達人テイカワ。ちょっと待って、あのさ、これってさ髪の毛以外違いないんだって。まあね、はるかだと思うって。特にこの二人の殺勝負すごいもう技術が上なのだ圧倒的なんだろうね。もう手が震えるんですけど、すごいな、はるかだって。引き分けだ。でもこれある意味危ないですよね。技術が上なんだけど何この2人ちょっと待ってね、この辺りでしょ、ションパイでしょ、関係ねえって言って開けるんでしょ。ただ俺はまだ選択肢を取った。ガンって言うんでしょ最後に。ただ問題はそうだ、重さが一緒。先に開けていいよ。じゃあまずあのイニシアティブということ。何かのションパイの同じ重さか、関係ねえ。あれ何だっけ、イオリで何がすごいってさ、俺言ったやつ全部外れてんだけど。もうやばい、イニシアティブ悪魔いつかはなる。悪魔だと思う。お願いだから、いつかお願いだから、本当のブライはブライらしくしてください。よし分かった、俺これリツコ。了解。リツは違う。熱いね、それはそれね。いや、この勝負熱い。いや、何かそう言って、勝負でリツコ引いて、次にこいつが何とかって言って、それと同じもの俺が出してるの。最高の勝ち。1個勝った俺の勝ちだからね、どっちかっていうと。ここかたじゃん、イオリかな。だから何でそういうのを使うの。技術が上なんだ。これさ、違う職業にした方がいいんじゃないの。多分イオリだと思う。あー、やっぱりそうか、誠だ。誠だ。でもすごい、でもすごいって、その。一応2択には入ってた。違いは何だ。そう。何この辺が一番臭いと思ってた。イオリ交換して。いや断る、バイプッシュだ。バイプッシュ。もうこの店にはない、バイプッシュはできない。よし、おった、よし、おった。よし、移動する。あのさ、今月は変わらない。買ったこともないよね。弥生抜かれてたの。あ、弥生以外が全然。あ、じゃんけん。じゃんけんだね。何がすげえ。お前が言ったと、全部、ちょっと、なんか、出てくれ。そうだね。何か入れてるよ。